今年彼女作るって言ってたけど、どう？俺今年彼女作るって言いました？そうだ、どう思う？できたと思う？皆さん匂ってくる？ありがとうございます。無臭と、一旦火のないところに煙は立たない、一旦無臭か。なんかなもうドライなんすよ、僕のメンタルも。もうなんか悲しい、ドライ、スーパードライ。なんか好きになるとかないよな、普通に生活しててマジでないぜこれ。ほんと今までなんかいろんな自分を正当化しようとしてきました。彼女いらないですみたいな。まあ、ちょっと僕はね、その他人を幸せにできるかちょっとわからないんで、まあそういうのもね、まだ早いんじゃないかとか、もうそんなのどうでもいいくらい好きになれる人がいたらいいよね。そんな、まあ実際そんな行動に移すほど欲しいわけじゃないし、まああと5年欲しいな、5年。うん、5年後また聞いて、できたかどうかいやあのね、俺でもちょっと焦ってる時はあったにも、Google でさ、あの20歳の頃にやっておけばよかったことランキングを見たんよ。今の大人たちにアンケートした、20歳の頃やっとくとよかったものみたいな。1位、貯金とか、ま、2位、資格とか。恋愛もねやっぱ入ってたんよな。そっかーと思って。でもね、俺いつでもそのオープンですよ。まあさすがにさ、インターネットの間じゃあれですけど、もうリアルの出会いでね、なんかそういう恋を向けてくれる人がいたら、俺はいつだってその両手を広げているのに両手を広げて待ってるのに、今んとこ砂漠っすね、こちら。そういうことなんですよ。なんか絶妙にダサいっすわ。そうよ、しゃあないもんだって、そんなしゃあないもんね。バケモンが人の言葉しゃべるなパクパクパク。いやー美味しいよ、やっぱ素材にこだわってるね CPT は。